いつの間に。素直に軍門に下るとは思わなかったが、まさか帝国の司法と手に手を取っての逃避行とは。まったく大胆なことをしてくれますわね。あなたたちもまさか先回りされるとはね。怪盗に神速、二つ名は伊達じゃないみたいだ。生意気な口を。この私を差し置いて司法をかすめ取るなど簡単に叶うとはよもや思っていないだろうね。私、かすめ取られたつもりは毛頭ありません。むしろ私の方がリーンさんをそそのかしたのですわ。おお、これは失礼。大胆にして情熱的な姫君、我がライバルでもある兄殿下の薫陶を受けておられるようですな。さすがにお兄様ほど型破りではありませんけど、美、それは愛というのは大いに賛同できる信念ですわね。ほうほう。なんか気が合ってる。戯れはその程度にしてください。ブルブラン、あなたも執行者ならばもう少しわきまえるべきでしょう。わきまえている執行者の方がむしろ少ないと思うのだが。だがまあ余興は十分だろう。君自身の真実は興味深いが、ここで花と散るのもまた一興。剣士としての格の違い存分に思い知らせてくれますわ。リーンさん、大丈夫です。殿下、この程度の戦力差ならなんとか切り抜けてみますから。ほう、悲願の実力差もわきまえぬ、愚にもつかぬ大言壮語ぶり。そこに直りなさい。私が成敗してくれます。こちらのセリフだ。これはリーンさん、ありがとう。殿下やエリゼのおかげです。いや、七組のみんなや世話になった全ての人だ。何ですの？鬼の力。八を一刀流、終電リーン・シュバルツァ前。堪能させてもらおう。これが鬼の力。来たる道化よ。俺の番だな。はっ。俺の番だな。力を我が物に。やはり興味深い青年だ。リーンさん。殿下、失礼します。
おお、待ちやがれですわ。このまま一気に甲板を目指します。大丈夫ですか殿下？の意味。おいおい、こんな状況でストロベリートークかいな。あんたたちもか。はあ、度胸やボン。そんじゃサクッと止めさせてもらうで。我ら西風の守り、簡単に通れるとは。ん？フィーみたいな真似を。目標防衛ラインを突破。これより追撃を開始する。殿下すみません。大丈夫です。私のことは気にしないで。その代わりもっと強く抱きついてもいいですか？ええ、もちろん。目標捕捉、これより拘束を開始します。やはり不埒な人みたいですね。誤解を招くことは言わないでくれ。目標をロスト、ディーン・シュバルツァ。いろいろな意味で評価を改める必要がありそうです。すみません殿下、とっさだったとはいえ。それはいいですけど。でもあの子、私より年下みたいなのに、リーンさんって不埒な人だったんですね。真に受けないでいただけると。どうやら終点みたいです。あ、ごまかした。すんのか。鬼の力ようやく使いこなしやがったか。しかし厳禁なやつだぜ。まんまと可愛子ちゃんに元気づけてもらいやがったな。まあね、それに妹とみんなと、ある意味クローにもかな。たく、一度試してみたいが、さすがに手を出すのは野暮だよな。ああ、遠慮してくれや。殿下も下がっていてください。わかりました。Cの仮面なしで立ち会うのは初めてか。鬼神を狩るのは俺が上、生身じゃどちらが上か決着をつけるとすっか。ああ、望むところだ。以前帝都の地下では三人がかりだったけど、今回ばかりは一人でも届かせてもらう。言ってろ。さあ決着をつけるとしようぜ。俺の番だな。
燃え盛れ。メッチ！かっ！マイ！青き炎よ、我が剣に集う。やるじゃねえか。スリー、いくぞ。やいくぞ。マイ、マジかよ。見たか、八葉が言っとる。へえ。やるじゃねえか。まさか一対一で押し切られるとはな。そちらこそ、この状態の俺の剣をそこまでしのぐなんて。あっ、リンさん、こんなタイミングで。鬼の力が尽きたか。追いつきましたわよ。なんや、大人気やな。だが、いささか無謀が過ぎたようだな。悪くない勝負だった。ただまあ、運はなかったな。殿下、離れてください。おいおい、あんまり手荒な真似は。おい、教官、皆さん。お待たせ、リーン。ドンピシャだったみたいだな。ユミル襲撃では今日疲れましたが、今度はこちらから出向かせていただきました。かの四殿と四千殿が一緒とは。それにアイスメイデンにギルド切ってのアーツ使いか。相手にとって不足はないが。来ます。磁石閣下、アルゼイデのおじさま。久しいな、リン。アルフィン殿下もご無事で何よりでした。光の検証まで。あんた強いな、この上なく。そなたの方こそ結社最強の火炎魔人、かの鋼の聖女に匹敵すると噂されるだけは。どうやら俺の相手はあんたに決まりそうだが。悪いが、鳥は我々がいただかせてもらうよ。みんな、リン、大丈夫？すごい場所に来ちゃったみたいだけど。だが、この上ないタイミングだったようだ。お兄様。アルフィン、元気そうで何よりだ。どうやらリーン君との逃避行を満喫していたようだね。それはもう、ふん、お楽しみだったみたいだね。ふん、そうなのか。まったく、人が心配していれば。いや、こ
言葉のあやだから。はあ、私を放り出して何をやってたんだか。クロウさん、直接顔を合わせるのは一月半ぶりか。なんか元気そうだね。ああ、おかげさまでな。しかし揃いも揃って、どう収拾つけるつもりだよ。そうなのよね。おそらく戦力的には五分と五分。完全に膠着状態ってやつだな。どうせだったらこのままパーティーとしゃれ込むのはどうだい？それもまた一挙。素敵ですわね。いやあ、こういうノリは嫌いやないな。ああ、もうなんでこんなに緊張感がないんですの？グダグダですね。こちらの方で受けておくわ。姉さん、納得いきませんけど。依頼者の意向ならぜひもない。ま、お楽しみは後に取っておくとするか。見えた時こそはお互い敵同士だ。うん、分かってる。できればもう少し話がしたかったんだけど。いずれ機会もあるかと。じゃあな、怪盗紳士。正直あんまり関わりたくないんだけど。評判悪いわよ、あんたの悪ふざけ。釣れないことを言わないでくれたまえ。我が美のライバルもまたの再会を期待しよう。そろそろ決着をつけてみたい気もするけどね。光の剣匠にその娘、次こそ尋常に勝負ですわ。ふん、それは構わぬが。どうやら我が家に何かの含みがあるようです。機会があれば存分に相手をいたす。あなたの方はほどほどでいいですから。今回はこんなところか。一皮抜けたようだな。鬼神の扱いについてはまだまだだ。また叩きのめされたくなければせいぜいあがくんだな。ああ、分かってる。ちなみに一つ確認だけだ。トワルさんのアークスに連絡をくれたのはクロウだよな。おととい俺のアークス宛てにいきなり通信があったんだ。一方的にお前さんのいる場所を事細かに教えてくれて、そのまま切れちまってな。おっと、そういや同じ声だ。聞き覚えがあると思ったら学院祭のステージでだったか。ちっ、バレたか。クロウ、まったく素直じゃないんだから。余計な世話ついでに忠告だ。そろそろ獲物もなんとかしろ。お前の八王一刀流、刀抜きで進化を発揮できんのか。あ、
武装デバイスの選択は重要。ライザーとの相性によって戦闘効率が飛躍的に上昇する。さすがにそこら辺は私にはよくわからないけど。いや、確かに八王一刀流にとって刀は魂みたいなものだ。わかった、待っていてくれ。そして今度こそ全てを取り戻してみせる。士官学院もエリゼも、そしてクロー、お前もだ。ふっ上等だよ。やれるもんならやってみな。